13年前のドキュン返しを。私は、交通事故で骨盤骨折して、子供産めないと言われてた。夫も、それを承知で結婚したんだけど、誰にも言わなかった。が、結婚4年目にして、なぜか、妊娠、息子を出産。ただ、最初から、帝王切開だと言われてて。話の流れで、それを止めに行ったら憤慨して。そんなの甘いよ。 と怒り出した。事情説明したら分かってくれるかと思って、事故の話をしたら、あんた子供できないって分かってて、結婚したの詐欺だ、あき誰の子だ、キー。だろせ、キー。ってなっちゃった。私だって、好きな人の子供が、欲しいってずっと思ってたから、そんな風に言われてきれた。おう、詐欺じゃん。 文句案の回、訴えて婚姻解消したらいいでしょうが、私は子供欲しかったからいいっすよ。とか何かチンピラみたいに、ふうう,う,う、と、言いつつ帰ろうとして、玄関で、あ、婚姻解消って、別に、あんたと結婚したわけじゃない。間違った。よかった。でも、この子は、 私たちの子だから詐欺師の子だから。絶対可愛がらせないからね。と、叫んで、ドアをバーン。と閉めて帰った。本当に突撃されても、絶対に開けなかったし、実親に何言われても、絶対に許さなかった。出産後に、何とか和解したんだけど、抱く前にこの子に土下座して謝れ。って言ったら、 私はおろせってえと、寝言抜かしたんで、帰れ。で、止めが抱っこしたのは、生後一年三ヶ月目だった。